とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー第3章攻略、やっていきます。21階から25階までの攻略となりますけども、今回が結構難しい階だと思います。特に難しいのが、22階、そして25階ですね。まあ、できるだけ詳しく説明していこうと思いますので、よろしくお願いします。で、前回までの攻略、それの引き継ぎでやっていっておりますので、そっちのチェックもよろしくお願いします。では、ゴーレムと交換して、スタートです。まず、21階ですね。ここは基本的にゴーレムと愛のメダルあれば、問題なくいけると思います。で、最後に、ちょっとね、めんどくさい敵とかもいるんで、そこをね、うまいこと、愛のメダルを使っていければ、まあ、うまく攻略できると思いますよ。うん。ちょっとね、最後の方が、めんどくさくなります。要注意のところがあるので、そこだけ、おわめい注意してください。で、ポーションバリアもついてるので、ある程度ピンチが来ても、まあまあまあ、なんとか耐えていけるかなっていう感じだと思うよ。じゃあ、あとこっちにもいるんかい。いけ。お前もか。よし。できればね、影の武勇が出てきてくれれば嬉しいんだけども、影は、ちょっと出てきてくれないな。OK。敵はね、結構、この、場外に出してやると、うまいこと倒せるので、やっぱこのボーンクラブっていうのは、優秀だね。うん。HP が、敵が結構余ってても、場外に出してしまえばワンパンで倒せるので、まあ、ここ21回、特に問題なく、いけると思います。危なくなったらね、ポーションバリアはすぐに使うようにしてください。もう躊躇する必要はありません。で、毎回言うんだけども、ゴーレムの HP は常にマックスを保ちたいので、アーティファクトが出てきた時にはゴーレムを更新してあげましょう。HP をね、元に戻してあげるといいです。で、次、22階。ここが結構難しいです。エンダーマンと、あと、レイス、あ、レイスじゃないな。あいつね、あいつがいるんで、注意です。まず、最初。ここのすぐ下のところ。そこでね、大乱戦になります。ゴーレムと、愛のメダル、そしてエンチャンターの書をうまいこと使って切り抜けましょう。あまり先に出すぎると、やられてしまうので、自分は極力壁の内側、ここら辺だね。で戦うようにするといいと思います。基本的に、自分は先には行かない。うん。先には行かず、OK。ここら辺で、耐えておいた方がいいと思いますよ。先に出てしまうとちょっとね、まずくなるので。で、ある程度、処理をすると、エンダーマンと戦うようになります。で、エンダーマンが結構強いので、矢で戦うようにしてください。テンポセットが入っているので、すごく戦いやすいと思いますよ。にゅー。結構雑魚残ってるな。こっちの方にいると、あれだね、あぶね。レイスの、レイスじゃねえな、あいつ。炎がね、ここにまでは飛んでこないので、大丈夫です。あまり先に行きすぎると、炎のダメージも受けちゃうので、よろしくないです。極力、この辺。うん。極力この辺。炎を食らわないように、戦っていきましょう。で、ここでエンダーマンを、倒して、しまったらば、OK、倒したね。次、特攻します。で、特攻するときに、使うのが、これ、ポーションバリア。だね。ポーションバリアを使って、9秒間、ほぼほぼ無敵になるので、その時間を使って特攻します。
行くぞ、行け。で、テンポシフトを使ってやるとガストが、ガストだったね、こいつの名前忘れてた、凡密だ。ガストが、動きがすごく遅くなってゴーレムがボッコボコ攻撃してくれるようになるんで、まずガストを発見したら弓を打ってテンポセフトを入れることだね。そのままにしてるとさーっと逃げていくんで、テンポセフトで足を遅くしてやりましょう。そこに、ゴーレムを強化してやってぶつけてやるとそこそこ早く倒すことができるので、間違っても自分で倒しに行っちゃダメですよ。自分で行くと炎にね巻かれてやられてしまうので注意してください。22階は結構難しいです。結構注意が必要な場所となってますので、行ってくださいね。で、ここ報酬はいりません、なしです。はい。で、次の23階かな、ここは休憩場所です。休憩場所、タワー第2章でも、ここと全く同じ場所があったんですけども、敵の出方ももうほぼほぼ変わんないっす。ほぼほぼ変わんない。もうね、休憩場所だと思ってもらっていいです。ここはそれぐらい楽勝、休憩場所特に気にすることもないから、まあまあ溶岩に落ちることはないと思うけどね、落ちることはないと思うけども、まあ一応溶岩は注意してください。落ちないと思うよ、まずドン。上倒した、あ、上倒したね。溶岩にさすがには落ちはしないじゃ思うけどね。でももしかしたらっていうのがあって、ここは注意してください。はい、終わり。23階は、休憩ステージです。何もありません。はい。で、23階の報酬でバトルローブ取りましょう。こっから戦いが楽になる。でもステージも難しくなる。で、ここでね、エンチャントつけていきます。クールダウン、そしてビーストバーストが、3だ。ビーストバーストも3で、ビーストサージは2でいいです。2で、ベビークロスボウの虚無、これを、2まで上げといてください。今のところのエンチャントがこんな感じです。弱体化3、アイテムボーナス2で、クールダウン3、ビーストバースト3、ビーストサージ2で、弓が虚無が2、テンポセフト2だね。こういう感じになってます。で、ここ、階段の上で敵がズワッと出ます。で、さらにその上でもズワッと出ます。そこをうまいこと愛のメダルとエンチャンターの書、これを使って、行くようにしてください。自分は前には出ません。全部、敵に任せるようにしてください。基本的にね、この辺でやっていくと安定すると思いますよ。いけ、基本的にこの辺だね。前に出すぎるともろにダメージを受けてしまうので、基本自分は前には出ず後ろの方で待機しておくといいです。で、クールダウンについてるのでアーティファクトの回転数がめちゃくちゃ良くなります。危ねっ。なので、愛のメダルとかそういうのが結構使い放題。もうそれに任せていっちゃいましょう。ちょっとゴーレムが何もしてねえな、あいつ。ゴーレムがもうビクともしないぞ。まあ別にいいけどさ。で、基本的には自分は先には出ずに愛のメダルで敵に任せましょう。で、ビーストバーストついてるので愛のメダルで敵を、仲間にした後に爆発させるっていうのもこんな感じね、いいです。もう一気に倒すことができますよ。あと1体かな。よっしゃ、おり、あ、まだ
落ちろ。あ、違う、そこ落ちる場所なかったんだ。はい、まあここの攻略ですけども、とにかく前には出ない、後ろから、後ろから愛のメダル、そしてエンチャンターの書で支援をしながら徐々に徐々に前に出ていくっていうことだね。敵がとにかく多いので先に行ってしまうと、集中砲撃もろに食らいます。後ろの方からちょく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 やっちゃいましょう。んで次、ここの報酬で大いなる破滅取っちゃいましょう。だいぶ攻撃力がね上がります。まあ、弱体化はつかないんだけども大丈夫です。エンチャントは吸血が3、そしてアンチャンティング、うん、まあ、どこまで効果があるかは微妙なとこだけども、一応俺はこんな風にしてます。吸血3、アンチャンティング2ですね。でここ、22階と同じくエンダーマンともう一体、ネームドがいます。まず出口の方に向かっていきましょう。でここで戦います。ゴーレムも先に召喚しといて、とにかく敵が多いんでね注意ですよ。あぶねー、とにかく敵が多いのでマジで注意して戦ってください。でまずはね、エンダーマンを倒す。あぶねー死ぬ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 よ。よし、オッケー。まずはね、エンダーマンと戦いましょう。うん、こいつを沈めるのが先決です。で、できるならば、この辺りで戦った方がいいね。ここら辺で戦うと、あのね、炎が飛んでくるのよ。なので、できるならば、ここで戦った方が安定します。ちょっと待って、ゴーレム、お前が、集約だ。オッケー、オッケー。いいよ。とにかくガストの炎にだけは注意。うん、あのね、炎が来やすい場所っていうのがあるのよ。まあ、それの一つが、あ、まあ、それは後で説明しようか。炎が来やすい場所、そこは、ほんと注意して、立ち回るようにしてください。ガストマジでここめんどくさいです。よし、よし、あーっと危ねえ。よし、で、今からガストのところ向かいますけども、できれば、ポーションはマックスにしといた方がいいです。すぐ使えるように。うん、でもまあ仕方ないか、ちょっとね時間取るのも、うん、めんどくさいので、そのままガスト向かいます。戦い方は、前回のところと一緒です。基本的に、テンポセット当ててあげて、ゴーレムにぶったたいてもらう。その感じですね。テンポセットがないと、ほんとさーっと逃げてしまうので、テンポセットはすぐに当てるようにしてください。いいかな？ほんとこの25回、結構注意ですので、ちょっと最後にもう一回ね、説明させてくださいね。まず最初スタートしたらこっち、ここで戦います。ここで、これがこことか、あとはこことかになるとガストの炎が飛んでくるので、ここ、このね壁がある場所、ここで戦うようにしましょう。エンダーマンが来てもここで戦うようにした方が間違いないです。ガストの炎で焼かれることはないので、そこは注意してください。で、倒した後はここの処理に向かいます。特に敵も多くないので大丈夫だと思いますけども、ここで戦うのは注意。炎が飛んできますんで、注意してください。で、処理した後は、こっから、こう向かっちゃうと、炎がもろ飛んでくるのよ。なので、向かうときには、ここから向かうようにしてください。
そうすると炎でやられることはありません。でここにガストがいるので、ここに、ゴーレムを召喚してやってエンチャンターの書、そしてザコがいれば、同時に愛のメダルだねを使って、仲間にしましょう。でガストに弓を打ってテンポセフトで、足を遅くしてやるとバタッとすぐ倒すことができるので、やってみてください。ちょっと難しいんで、はい、まあ慣れが必要かもしれませんね。ということで25回はクリアです。報酬はいりません。エンチャントポイントをもらうようにしてください。では今日は21回から25回までの攻略でした。ここがね、今回タワー第3章の山場となるので、注意していくようにしてください。では次はクリアまで行きますね。26回から30回となります。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。